見ぬ顔だな。そこもと、名は。名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは。そこもとよ。ぜひ、それがしと、立ち会ってもらおう。やはり死なぬわな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。断る。そうか。まあ無理は言わぬ。退屈しのぎになると思うたがな。心変わりしたら言うてくれ。まことに息を吹き返したのですね、竜陰の力。この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよ、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。一つ頼みがあります。何だ。少し顔を見せてください。何。白いあざ、これは生まれつきですか。いや。ならば留飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみません。この瓢箪、お主が作ったというのか。はい。元は九郎様のために、あなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。
クス氏としての助けとは。ひょうたんの種をお持ちください。種だと。はい、薬水はひょうたんの種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。白いあざは生まれつきではない。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。うん、ではまた。
勝てるものかの。どうにも悪い予感がするのじゃ。何を弱気なことを。両親とはいえ、一心様はご健在、源一郎様の弓も見事なものじゃ。加えて鬼行部様もおるではないか。おう、鬼は行部正隆様か。確かにあのお方と鬼影が共にあれば、大手門が抜かれるなど考えられぬわ。か、せがれよ、若様を見なかったかな。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい、せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。伊之助、我がせがれよ、守り鈴は仏様に備えてくれたかい？ほら、偏屈な物資がおる荒れ寺があるじゃろう。仏様ならそこにおられるでな。誰ぞ、そこにおるのか。ああ、その声、いや、まさかな。御神、我が名は野上伊之助。
平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ。鈴をもらった。そうか、礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。先ほどの御神か、母の相手をしてくれ。かたじけない。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。